今日、共生中に批判殺到、スタジオ混乱、TBS、サンデーモーニングが大炎上。18日に放送された TBS のサンデーモーニングにおいて、まだしても変更報道が繰り返されてしまいました。防衛力の強化に関し、今日、中さん。防衛予算、GDP 比2%が一人歩きしている。これは、ドイツ並みということだが、ドイツはこの100年間、マグニチュード6以上の地震は、 一度も起きていない。世界で起きている地震の10%は日本で起きている。自給性の時に地震が起きたらどうするのか。しかも来年は関東大震災100年だ。司令部を東京において大地震が起きたらどうするのか。大地震が起きた時に自衛隊を使わないでどうやって普及できるんだ。現実的シミュレーションと言っているが日本は ドイツと比べてはるかに脆弱性が高い。何をやるべきかといえば、国土の強じ化だ。やっぱり、数兆にかけて国土を強じ化して、ゼネコンも儲かるけど、シも儲かるし、そしてその中で子供にしっかりと援助をしていくべきだ。それをやらずに、耐震構造がめちゃくちゃな家を建てておいて、それを守るために大砲を持った方がいいとか、 悲関銃を持った方がいいというのは、本末転倒だ、などと、冒険を吐いてしまい、関口博士さんですら、んどういうことうん。あ、そうですかと、発言するのが、やっとでございましたが。こちらですね。まず、あの、日本の住宅などの建物に関しては、基本的に耐震基準が適用されており、諸外国の建物よりも頑丈に作られております。 また他国の地震の被害と日本の地震の被害を比べればそれは明らかではないでしょうか。また日本政府は災害対策の国土強じ化については別に予算を確保し実行しております。さらに、防衛力の強化の一環で災害対策も行い、自衛隊施設の8割を耐震化し、津波対策なども行う方針です。また、 沖縄などの南西諸島に整備される予定の避難シェルターも災害時の避難施設として使用されるものと思われますが、まあ、どうもこういったいわゆる左翼の皆様、まあ、軍事アレルギーなのかなんとか防衛費を増やさない暴力を強化させないようにあがいているように見えますが災害対策をしろと主張されるのであれば戦争も災害のようなものでございますので起きる前提で 対策を講じるしかあさまざまな主張をなされるのは自由ではございますが、公共の電波を使って主張をなされるのであれば、最低限、政府の動きについて確認をなされてから、今後は主張されていただくように、主張していただくようにお願いいたします。